開始7頭ぐらいで、はい、まあ、超小バスが食ってきました。小黒さんと話したんですけど、僕あの小黒さんだから僕もねリリースをあのリリキンっていうのがおかしいと思ってて、はい、結局命をなぜ俺が釣って殺さなきゃいけないんでしょ、うんうんうん、結局小黒さんその辺どう考えてるんですか。いや正直今その漁師の方とかがブラックバス釣って駆除するっていうのは僕はそれ賛成です、うんうんうん、やっぱりそれはあの漁師の方も生活もありますし、うん、駆除するっていうのは全然いいと思うんですよ、うん、でもその例えばその観光の場所、うん、ある程度有名な場所でブラックバスとかギル投げ捨てたりとか、うん、そういうのは僕はあんまり好きじゃないですよね、うんうん、それはしっかりともうその殺してというか隠してやってほしいとか、うん、それを大ピロにするのは良くないと思ってて、うん、でそのバス釣りが盛り上がって漁師が売り上げが下がるとか、うん、そういうのは良くないと思ってるんですよ、うん、やっぱりその共存できたらいいなっていうのが僕の理想なんですよ、うん、だからその外来種在来種共存ってどないすんねんって思ってるんですけど、うん、そこを解決させるのが僕の役目で、うん、で例えば僕は遊漁犬化したいんですよ琵琶湖今、うん、今ルール上できないんですよ。あ、それルールがある。琵琶湖って海扱いになってて、うん、それができないみたいな、うん、そういうなんか厳しいルールがあってそこの課題はあるんですけど、うん、僕はそこを何とかしたいと思ってるんですよ、うん、だから例えば年間1万円とか、そうですそうですそうです、ね、年間1万5千とかでだけど釣りしていいよと、そうです、でこうバッチカナがつけて、そうですそうです、それいいね。でそれの引き換えにリリース OK にしたら、うんうん、でそのお金で例えばその、うん、清掃活動だったりとか、うん、今まで駆除で回収で回ってたやつを、うん、ゴミ拾いに当てたりだとか、ちょっとこっち来てもらっていいですか、はい、いや、ちょっと喋りながら、はい、そういうなんか、はい、もっと琵琶湖をきれいにするとか、はい、琵琶湖を良くするお金に回せる費用が増えるんじゃないかと思って、はい、やっぱ琵琶湖きれいになってほしいっていうのは僕の願いですし、在来種も僕好きなんで全然、あ、だけどまあバスフィッシングも自由にできる環境をになったらいいなって思ってます、うん、1万年続く趣味にしたい。あ、1万年はい、ちょっとこれ見てください、ショークラさん。とんでもないこと、さっき見て。マジっすか。とんでもないことなってて、これは、このね、まあ外来種はリリース禁止で、こういうルールなんで殺さなきゃいけないね。はい。あ、これ入ってきてないパターンですよね。いやいやいや。あ、これ見ちゃうんで、見ちゃうんで。これ見てください。あ、こんな釣れるんだ。おくさ。はい。なるほど。40ぐらいのバスもいますね。これはちょっと、臭いですけど、こういうことですよ。そういうことですよね。これをちょっと動画にしたくて、いやだから俺ね、殺業をね強制されるのはねおかしい。あんまり僕が正しいこと言える立場じゃないからこそ、うん、今はそんな表立ってわーわー言わんと、うん、確実にその漁師さんとかと僕お会いしたりする機会多いんで、うん、そういう人たちで話し合ってなんかよくできる道はないかなっていう、うん、ああいうだからその例えば遊漁喧嘩は誰がやるんだ、知事がやるのかな、滋賀県知事かな。だからなんかまあ政治家になれやみたいな声もあるんですけど、僕がだと俺もそう思う、政治家向き、そのやり方僕嫌なの。あ、なるほど。なんかもっと別のやり方があると思ってるんで、うんうん、なるほどね。でなんかまあみんな小池さんとか嫌いじゃないですか。ああいうね、うん、僕はなんかそのあんまり嫌いって、うん、あんま知らないで嫌いじゃないんですよ、うんうん、だからその一回お会いして、うん、もし機会があれば、うん、でなんかその小池さんの考えとかそういうの聞きたいなって思って、うん、まあ小池さんはもう上すぎちゃって周りがこう反抗してくれって言われて反抗したみたいな、多分そんな流れじゃないかな。本人もそんな近いこと書いてる、うん、本人も理解できんけど、まあ全体の流れでやった方がやるみたいな、うん、ただリリキンはね俺もおかしいと思うのよ。だからそのやっぱりブラック、うん、今ブラックバスで超激減したじゃないですか。減ったね。ほんで、うん、それに伴ってアユが増えたかっていうと増えてないですよ、うん、その比率的に、うん、おかしいじゃないかと。でもこれは、うん、例えば護岸整備だったりとかその人間の、うん、命のためにやられたやつで、あの小魚が埋める環境が少なくなって減ったっていうのもあるんで、うん、それを全部バスのせいにされるのもまだこれちょっと違うな、うん、まあ、僕の認識では幾何動物だと思ってるんですよね。何すかそれ。幾何動物っていうのは例えばもう殺して、まあ、緑、まあ、なんていうのかな、もうアメリカザリガニみたいなもの、要するに殺したくても日本でアメリカザリガニいないドブがないよねってぐらい広まっちゃったから。でもあれは外来生物なんででもまあ帰化したよねっていう、まあ、あのアメリカザリガニと同じ感じなんじゃないかな。もうだって正直その琵琶湖のワカサギって外来種なんですよ、うん、ああなるほどね。で、うんうん、なんかそのやっぱり言い悪いがあると思ってるんですよね、魚によって、うん、でそのブラックバスも悪いんですけど、うん、その他 の, そのミシシッピアカミミガメとか、うん、緑ガメやつらに比べて、うん、あいつらってマジで経済効果生まないじゃないですか、うんうんうん、カメ釣り絶対流行らないじゃないですか。そうだね。でブラックバスってその、うん、外来種の中でも数少ない超経済効果を生むやつなんです。そうなんですよ。だからその、うん、今って生物多様性とか言われてて、はい、それはめっちゃ素晴らしいことだと思いますし、うん、僕もいいことだと思うんですけど、でもその次のステップとして地方創生とか、うん、だってあのもうちょっとブラックバスを生かせるっていう世の中も僕は来るんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、
流れ的に、うん、そのブラックバスとかそのちゃんと高経済とか日本のためになってるっていうやつらは、うん、なんかうまいことその認められる世の中に近づくんじゃないかなって思ってて、うん、そういうなんかもっとバスのイメージとかブラックバスおいしいでとか、うん、釣り楽しいでっていうのを広めるために、うん、登録者数1000万人目指してるっていうのは なるほど。この熱い思い木上さん聞いた？聞いてる。あなたの二十歳の頃のこの志あった？全くない。なさそうっす。なかったよね。好きな言葉楽嫌いな言葉なるほど。あでもちょっと冗談で、なるほどね。あでも翔黒さんの思うようになってくんじゃないかな多分これね。今バスここに今小バスいっぱいいるけどどんだけやってもまあ50匹100匹いたら卵で今度バスが減ったもんだからまた増えるときは増えて結局駆逐するのは無理だと思う。まあでも結局その、うん、一時期減ったことによって、うん、その本来食われるはずやったその在来種とかが減ってるっていうのはあると思うんですよ、うんうんうん、だからその駆逐するんじゃなくて鮎を増やすという目的で考えると、うん、それは確かに間違ってないんですよ、うんうん、でもそのもうちょっと鮎のそもそも鮎が卵を産める場所を増やすとかそれこそ魚種を生やすとか、ね、あ護岸をね、はい、そういうのってお金がいる、うん、じゃあこれどうすんねんっていうのを遊漁券で当てれたら、うん、僕はいいんじゃないかなって。なるほど。あのいやあれね翔黒さん実はね日本は金あるんですよ。でもそれをその当てれるかどうか当ててくれないんですよ政治家が。そうですそうです。政治家がやっぱり大企業とかが懐に貯めててそういう風にお金が回ってこないね。だからその、うん、滋賀県でまずは買えるっていうのがいいんじゃないかなって思ってね、うん、ほんであとは、うん、これするときに一番大事なのはバス釣りのマナーですね。あイメージね。イメージその柄悪いゴミ捨てる怒鳴る喧嘩売るあれなんですけど、はい、バス釣りマナーとか柄悪すぎます。あ悪いかな。えマジで怖いですもん。嘘怖いですもん。普通に怖ないですか。なんかやんちゃなやつがちょっとね独特だよね。そうそうバス釣りは。ああその何がそのまあちょっと喧嘩っぱい方々が多いっていうか。あじゃあちょっと、まあはい、お前が言うなっていう声はあると思います。金髪やし。まあね。でもその僕挨拶とかめっちゃするタイプなんで、はい、そこでなんかそのおばちゃんのイメージ変わったりとか、うん、それようあるんですよ、うん、だからその挨拶の大事さやったりとか、うん、なんかそういう当たり前のその声かけとか、うん、そういうのはやっぱできるようにならないといけないなと。ほんで僕多分これからバス釣りである程度取って若い子からはその見本にされるような人間になると思うんで。なってほしいですね。その時にそのちゃんと挨拶は大事やでっていうのを伝えたら、はい、まずは内側から帰れるかなって、うん、ほんで30万人以上になってくると次バス釣り以外の人なんで、うん、そういう人たちにはブラックバス美味しいでとか、うん、そういうのを伝えていってそのもうちょっと日本全体的にイメージを変えれるようになれたらなって。ああ多分今日本で一人だけかもしれないその志一番熱いのは。でもまあ、うん、あのお前ふんじゃ今何やってんねんって言うとあのまあ大してちょっとあのゴミ拾いとかそういう動画上げるしかできてないんで、うん、今だから僕は今やるべきことは死ぬ気で早く知名度上げることなんですよ僕の仕事は。そうね。だからその今やってないって言われてもそれは僕の今の計画上では知名度上げることを優先順位にしてる、うん、だからそのこういうのも大広に言うっていうのが難しいからこそ、うん、僕もあの漁師さんとか沖島の漁師さんと今度お会いするんですよ、うん、あそうなの。そうです。あの企画で。いや普通にプライベートで。へー。結構お話して漁師さんとのつながりで僕増えてきたんで。あそうなんや。それぞれお話しして例えばそのエビを沖島で売れるようにしようと、うん、ほんなら漁師さんってその、うん、卸す単価めちゃめちゃ安いんですけど、うん、エビをその池僕が流行らしたんで、うん、エビが売れたら単価全然違うんですよ、うんうん、だからそうやって漁師さんも儲かるし。あそうなの、はい、もうエビがもうエビです。へえ。でその僕は漁師さんのエビ釣り、うん、エビ取りしてる漁師さんと繋がってるんで、うん、そういう人たちとなんかいろいろやってって、うん、漁師さんの信頼関係とか、うん、お互い共存できる世界を目指していくのは、うん、ひそとやるべきだと思ってるんですよね。あなるほどね。じゃあちょっとこ今がエビ釣り浮き釣りしてないか。いや確かにエビ釣りね釣れるもん。そうなんですよ、うん、あでもそのエビ漁師さんなんでなんかもうボートでやってるんですけど、うんうん、そのエビが多分なんかその1キロ1000円なんですよね。おろすとしたら そんな安いんよ、はい、でも売ったらあの、うん、普通にあの生き餌として売ったら、うん、単価10倍ぐらい上がる。なるよね。でそこで沖島で、うん、なんかエビでバス釣りも楽しめるってなったら家族連れも来ますし、漁師さんも儲かるし沖島の観光的に、はいはい、うん、だからそれやったら漁師さんも嬉しい、うん、でバス釣りしてる人もエビ売ってくれたら嬉しいし、うん、そんなんは僕はもう全力で協力したいと思ってるんで。釣れましたけど俺まだゼロ、うん、持ってないね。えいつもじゃんなんかこういう時か出さないと。一人の時よう釣るのいない。一人の時は釣るやん。それは何でかっていうと、うん、なんかね変にねカメラが回ってると変なプレッシャーになるんで、うん、いやここ乗り越えないと。僕ね翔黒さんに言ってほしいのはこの人の、うん、俺釣りはまあまあうまいぞ的なオーラあれ迷惑してます俺。今日はもうね教えてもらおうと思ってる。ああそうやそうやな。いや無理っす。ダメ無理や結婚できる。結婚は無理ですね。もう結婚は無理だよ。結婚無理や。俺は無理だもん。助けれることは一つもなくてごめんごめん。どうしてきました。